あのパックマンは、えー、私にとっては、えー、いたずらの表現なんですね昔から私は小さい、えー、子供の時から、えー、いたずらの、まあ、トラップを仕掛けて、えー、人がそのトラップに引っかかって、えー、困ってるのを脇で見てて喜ぶそういうのが好きだったんですね。でえー、さらにその後こう なアンリー・ウォーホルの作品を見たりして芸術性の高い中でトラップを仕掛けられないかといいかうに思いました、まあ、そういう意味でパックマンでは非常にこうネオンサインのような非常にこう綺麗な形でまだ当時キャラクター性のなかったゲームにキャラクター性を用いて、まあ、アートとしてデザインをまずしたかったと。 で,その表現ができてで次に、えー、いたずらを仕掛けたいということで追いかけられるパックマン、えー、しかしながらそのパワークッキーを食べると、えー、テレビアニメーションのポパイがほうれん草を食べて逆転したとおり逆転するように、えー、そうやって、えー、やられる側からやるあの追いかける側に変わるというようなそういう仕掛けを試したかった。 でステージをクリアしていくとだんだん難しくなるけれどもアニメーション劇場が、まあ、寸劇が途中で見れるというそういうのも表現したかったんです。